と、ベストイットで今回なんですけれども、昨日の、テレワーク実況第3回見ていただけたでしょうか。ペリカンさん、僕、バルドルさん、セジュンということで、まあ、ペリカンさんをね鍛える回という感じではあったんですけれども、まあ、世界チャンピオン経験者が3人もいた伝説の放送ということで、まあ、僕もね、ペリカンさんとは対戦しなかったんですけど、まあ、セジュンとバルドルさんと対戦して、まあ、ね、見事勝利を収めたということで、その時のパーティーをね今回使って紹介していきたいと思います。コムさん、よろしくお願いします。さあね、ドラパルト、まあ、主役のパーティーとなっておりますが、相手リザードンいるということで、まあ、リザードンにねちょっと隙見せたくないっていう考えがあったので、リザードンのメインウェポンと、まあ、原子の力ちょっと抜群なんですけど、それ以外は、ソーラービームとかも半減できるロトムしっかりと、採用しておりますと。まあ、原子の力あるかどうかは一応様子見でね守ったりとかもした方がいいかもしんないですね。でバタフリー出すかな、どうしようかな。まあ、バタフリー刺さってるかどうかまあ微妙ではあるんですけど、まあまあまあ出していきたい。でもエルフン挑発とか神秘とか持ってるかな、今の時代だと。トゲキスも防塵ゴーグルが怖いし、もう何もかもが怖いっていう感じはあるんですけど、ドラパルト大ジェットとかも持ってるんで、結構ねバタフリー通していくみたいなのがメインとなる構築にはなっているんですけれども、まあ、ミミッキュ出しとけば、まあ、相手のポケモン大体全部に打ち合えるのと、まあ、ウオノラゴンにちょっと隙見せたくないのもあるので、今回選手しときましたけれども、さあどうだろうかな。まあバタフリーが通れば楽勝なんだけど、通らなかったらちょっと苦しいけど、最悪ね神秘とか挑発とかされてもバタフリー、まあ死亡ってわけではないですね。おっと、トゲキスとロトム、これは並びとしては、初手この指止まれプラス悪巧みからのダイマックスでロトムがめっちゃ強いみたいな感じだったりもするんですけれども、防塵ゴーグルじゃなかったら余裕なんですけど、まあ、ラムでもいけますね。防塵ゴーグルじゃなければいける。ラムだったら2回打ち込むだけでいけるんで、ドラパルトここね、どうしようかな。竜の舞かな。多分竜の舞っぽいね。眠り粉は最悪、この指じゃなくて、トイキスがラムで回復しながらロトムとの集中攻撃でバタフリーが何もせず倒されたら嫌なんで、ロトム方向にはとりあえず打っときましょう。まあ最悪なパターンは何だろうな。まあ防塵ゴーグルかな。最悪ドラパルトがなんかダイフェアリーとか言ってバッチリと倒されても、まあまだマシかな。ロトムが DMAX ですね。なるほど。これもしかしてダイアークとか打つの？ドラパルトダイアークで全然倒せないし、弱点保険もあるから普通は打たないと思うんですけど、初手からは。これ打ってる可能性ありますよね。ここゴーグルじゃなければ、勝てる。ゴーグルゴーグルいってるな、本当に。頼む。バタフリー、バタフリーがゴーグルでカモだからダイアーク打ったみたいなところある？もしかして。頼む、決めろ。お！最低でもラムだ。めっちゃいいじゃん。からの？ラムでもない。ダイアーク打つんだ。打つなよ。足りえていいのこれ、耐えろ。ダイアーク打つか？結果打たれて負けたからね。文句言えない。弾ね。で、こっからはどうしようかな。積み技がないんだよな。だからダイマックスして強いかどうかで言われるかなり怪しいんだよな。まあでもロトムから行って、もしかしてバタフリーダイマックスの選択肢ってこの試合ある？実はまさかの、まあ、とりあえずロトムはもう一生寝てもらう感じでいきますかね。まあ、トゲキスこのターン確定眠りなんで、そこは大きいですね。この指してから眠り号が入れられてるんで、まだ行動一回もしてないんで、次は絶対に寝てるって感じですね。ということで、眠り号が打たれるとしたらなんかね、普通にこの指とかじゃなくて、あえて優先度が遅い技打って眠りのターンを
そのね、眠り物を打たれたターンに消費するっていうテクニックも結構あったりはしますが、今は結構有利な状態っぽいんだけど、ロトムがね、ロトム即置きじゃなければ結構悪くはないかもしんねえな。どうだろうな、バタフリーに切る可能性あるかな。多分ロトムに切るんだけどな。多分オッケー、当てていく。ここで外したらさすがにぶち切り案件だからな。相手のロトムに素早さ負けてんだけど、きちい。それはマジできちい。まあ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 、意外と柔らかいですね。さあ、ここなんですけど、ここでロトムが起きなければ、まあまあまあ、いい感じですね。ダイマックスするかしないかなんだよな。起きてもいけるから、ここ、指しとくか。花粉団子、このターンに打ってもしょうもないんだよな。怒りの粉行っていい。次相手が後ろから何出てくるかにもよるけど、まあミミック出てくるか。そうすると結構結局きついな。ミミック来るときついな。多分ロトム狙わないでしょ。バタフリー狙うから起きても、そうなった時に、いやでもきついな。結局守っとけば次巨大小悪の選択肢がある。奇跡的にロトム目を覚ました。第3打ね。うわ、結構貫通するな、多分。は？ダメージバグってない？守った意味とは。なんでこういうさ、試合に限ってこんなことが起きるの？ちょっと嫌だな、相当嫌だな、これ。絶対バタフリーに。絶対バタフリーに限りつされるんだよな。こっからロトもね、がっちり倒していくことを考えて、もうこっからはもう僕のダイマックス暴れですよ。紛れもなく。ダイバーン行ってもいいかもしんねえな。このターンダイバーンっぽいな、結構。頭いいね、これ。ダイバーンっぽいわ。で、ハイドローを全然食らわなくして、次のターンミミックがシャドウクローをミミックに打って、で、ロトムに第3打打っていく形か。え、引かれた。ウォーモラゴン。ウォーモラゴンは悪くないですね。これめっちゃいいね。めっちゃいいは言い過ぎたのか。もうとりあえず大盤打ったことによって、まあ、晴れてるし、ダイマックスしてるからロトムもさすがに全然食らわないはずだから、まあ、全然ってほどではないくらいは、こいつ火力やばいから、まあ、食らうけど、まあ、オゴンもあるから2体ぐらいするでしょ、気持ち的には。まあまあまあ、こう影打ち打たなければ、相手もね、ロトムが眠り罠とか食らっちゃうんで、まあまあまあ。結局でもロトムに第3打打ってても、相手全然受けきれてないんだけどな、ウオドラゴンの特防とタイプ的には。で、多分第3打プラス影打ちぐらいでウオナルゴン倒せねえかな。無理か。ミミッキュにめっちゃ動かれたくないんだよな。影打ち打たれたくないんだよな。ジャレツク打ちたいような、打ちたくないような。うーん、でもジャレツクでウオナルゴン倒せないかな。いや、ギリギリ倒せるか。どうだろうか。第3打シャドウクロウか、ウオナラゴンに第3打か、ミミックに大バーンを打ちながら、どっちのがいいかな。ウオナラゴンがスカーフでミミックの皮破ってきてシャドウクローとかされたら嫌なのか。そっちもあるね。まあ、それであれば最悪同速にシャドウクロー勝てば、でもシャドウクローじゃない可能性もあるけど、ゴーストダイブとかの可能性もあるけど、結局嫌だからこうでいく。合ってるかな。
待っててくれ影内。とりあえず影内か。でもウマアラゴンな、エラガミ以外でこのターンミミック倒しきれる技なくね。ハチマキとかだったらまああるんだろうけど、ハチマキかもしかして。きついよそれは。でもそうだとしたら噛み砕くとか身代わり、おお身代わりか。まあ身代わりならいいっすかね。まだしかもジャレツクで絶対倒せる自信もついてきたし、上から相手のロトも弾なんだよな。10万で倒されるからミミッキュ結構硬いからいけんじゃねえかなって思ってんだけどな。守ってきそうだけどな、ウマアラゴンな。めっちゃ弾10万足りねえかな、無理なんかな。晴れ何ターンあるかな。晴れ3ターンあるか。ロトムにシャドウクロー打つ選択肢もあるといえばあるのか。10万耐えそうじゃない。ミユキ硬いもんだって。耐えるならこれでいいんだよな。ジャルツク当てろ。あー守る、うん、まあ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 一旦相手弾ダメプラス第3打で倒れてくれたりしねえかな。無理か。まあとりあえず耐える読み。10万はい。無理なのか。ここ倒してくんねえかな。あーでも弾のダメージ1回で倒されそうだな。いいね、悪くないね。これは10万でウノラも倒しきればいいんだけど、まあ、無理っぽいか。デンジャーから行く。デンジャーから行ってしびれさせる方がいいか。エラガミ、はい。これは火力やばくね。え、倒されたんだけど。そんなもんか。そうだな、ダイマックス切れたもんな。はあ、ダイマックスしてたらちょうど。で、相手プレート持ってるもんな多分。いや、どっちみちまあ一発で倒されるなら負けてるしな。はあ、まあそんな時もあるよね。はい、というわけでマッドキャットさんよろしくお願いします。はい、トリックルームもしてきそうな感じ。ドラパ、まあでもこれもな、露骨に。いやでもドラパ行ったらミロカラスがちょっときついといえばきついんだよな。ミロカラスがね、ちょっとまあ課題ではあるんだけど、ジャラパルトでもゴリ押せるといえばゴリ押せる範囲ではあるんだよな、普通に。眠り粉があるおかげで。でもなぁ、相手のメンツ的になんかロトムもちょっと行きづらいからね。ミロカラスメタで、いやメタってほどメタられてもないしね。結局眠り粉とドラパルトでミロカラス解決しましょうみたいなパーティーにはなっているんだな。まあカポエラ出すか、ミロカラス倒せてれば機能するでしょ。残りなんだよな、むずい。ミミッキュいくか。ドラパルト仮残しにミミッキュ強いけど、カポエラもまあ強いからミミッキュじゃなくてもいいけどね。まあ課題、この試合のもう対局感、とりあえずもう先発でめちゃくちゃ有利取るしかあんまない気がしてるね。ドラパルトの英語名じゃないんだよなこれ。ランクマッチ絶対正式名称
でしか表示されないけど、なんかキャタピラみたいな名前じゃなかった？何これ？カタプルドラ。これ何語なんだ？マットキャット何語だ？まあまあまあ、一旦ね、これに関しては、まあ、竜の舞とか多分握手っぽいから、まあ、ダイジェットプラス眠り粉っぽいような気はするかな。おそらく。相手も別に指する必要もないんだよな。ゴーグルだったらそっちみちきついから。素早さ勝負勝った？これは素早さは勝ってるか。よし、黄色勝負だな。黄色本当にいいよな。相手もするかな。するか。相手もダイジェットプラスなんかでバタフリーを狙ってきてる場合はすげえ勝ちそうではある。ドラパルト寝るし。しかし頼むで。手助け勝ったな。これ正直もう一瞬で勝ったな。これマジでありがたい。これダイジェットで意外と入るな。あんまり防御硬くなさそうだな。からのバトルで当てるよ。まあ当てるわな。外したことないもん、何十回ぶって外したことない今のところ。まあまあまあ、ドラパルトがなんかゴーグルやらラムやら持ってることはまあ基本ね、もうないですから。これは非常に良い感じになってるけど、ドラパルトのフォローで倒せるかどうか微妙だね。相手のドラパルトの突破が結構意外と難しいんだよな。ここから花粉団子いっちゃうか。花粉フォローでいくか。一旦守る。まあまあまあ、ある程度予想通りではある。想定の範囲内感がすごい。まあ、ここで起きられてもね、ドラパルト多分相手のフォローとか打たれても耐えるから、逆に弱点保険発動して強いまである。しかも次また相手ね、眠り粉当てれるんで、全然起きてくれてもよかったね。このターンっていうといいね。オッケー、フォローで、でもなんならもう手助けするか。このターン手助けするとしたらこの指しとかないとやばいって感じですね。だから怒りのこなしとくか。相手大ジェットあるかな。手助け、さっきは守られたけど今回手助けだから起きられたくはあんまないかな。これは倒せそうですね。でここで起きなかったら最長眠りなんだよな。寝てるね。これは結構いけんじゃないかな。相手のドラパルトがもうダイマックスターンがないということで、全然封殺した感じになった。ギャードス、これはラムの可能性あるかな。ギャラドスは何持ってんだろう。最近あんまないんだよな、ギャラドス。まあ、地震化場のやつとかなら、まあまあまあ、強そうだね。弾とか持ってたりとか、攻撃的な。まあでも、地震化場もラムはまあそこそこ相性いいかもしれない。エース的な運用するために。けど、ドラゴンアロー打っちゃうと、耐えられちゃうんで、ゴスダイブと眠り粉でいっちゃおうか。引いて、なんか眠り粉向こうしなさそうなやつ来たな。
いいね。この他相手にゴーストダイブ打たれてると、次僕のゴーストダイブが上から当てれなくなって、相手に下からゴーストダイブうまくね、透かされながら当てられる感じになっちゃうけど、ね、冷まして、ドラゴンアロー。まあまあまあ。OK。これしてるってことはゴーストダイブができないんで、できないというか、まあ僕のゴーストダイブが先制で必中するんで、最悪ギャラドスに引くみたいな感じになるかな。弾持ってるんだ。で、ミミッキュで良さそうだな。まあ、ドラパルトは、このターン安心安全って感じだからな。まあ、どうしよっかな。ミルカラスこのターン確定眠りなんだけど、ギャラドス来たら威嚇入れられてきついから、一番したかった行動は剣の前だけど、まあ持ってないんで、ゴーストダイブプラス、シャドウクロウとかでいいかな。とりあえず相手のドラパルトいじめたいから早めに相手の引き数減らして削り切ったりしたいんだけど、ゴーストダイブがまあ 55% ぐらいしか入んないよな多分。ジャレツクも多分倒せないからシャドウクロウ打った方がまあマシっぽい。 55% 入らないね。相手の育て方次第にも。まあまあまあ。ドラゴンアローは倒せるかもしんねえ感じか。本当はそこそこドラゴンアロー打ちたいな。倒せるかな、ここ。5割ギンギン入んなかったけど、ドラゴンアロー一発の方が、ゴーストダイブは90だけど、威力が。アローが、50だから、ギリギリいけるだろ。そんなに欲張るほどでもないかと見せかけて、ゴーストダイブも、空を飛ぶもちょっと、催眠ターン全然活かせない感じで、しんどいんで。このターンはなんかね、もう後ろにいるミロカロスとかの方は多分、もうややこしいことしてくるやつなんだよな。だから、挑発でいきましょう。火力も下げられてるのがちょっとしんどいんで、倒せ。偉いね。なんか、トグロを巻く催眠術とかそういうことしてきたりするんで、これで行きましょう。ここから催眠されたらさすがにちょっと負けるっぽいから。起きる。吹雪、なんてことだ。ドラパルト当たらない。ミミックにも当たらない。ドラパルト当たってもよかった。なぜなら、保険が発動して倒されないからですね。吹雪結構やらかしてんな。トグロっぽいか、相手。立ち回り的にはこれね、悩むね。ドラゴンアローでいっか。多分ドラゴンアローでいいな。というのもゴーストダイブにゴーストダイブ合わされたら結構気まずいから、ゴーストダイブ打ち合って、で僕のドラパルトが死亡して、でミミッキュでジャレツクで倒せるけど、ミミカポに対してミロカラスを倒せるかって言ったら若干怪しくなってきちゃうから、ドラゴンアロー打って影打ち打てば多分ギリギリ倒せるから、これで倒して、まあドラパルトに、ま、おっと不意打ち、耐えるけどね。もう危ないね。でも急所さすがに、やなんかもう危ないとかじゃないよな、本当にやらかされてるな。これは不意打ち食らうのが結構予想外だったな、そもそもの話。これによって吹雪で倒されちゃうのが結構痛いし、まずいですね。まずいか。挑発あるから猫魂プラス、シャドウクロウとかが決まるのはちょっとでかいかもしんね。もしドラパルト守られてたらドラゴンアローが2発ともミロカラスに行くっていう仕様になってるから結構、アドかなって感じだったんだけど。オボンか。オボンか。まあまあまあ、ゴリ寄せるか。ギリゴリ寄せるか。避けろとりあえず。ここは避けないか。ここは避けたら避けただけもうアドしかなかったみたいな感じなんだけど。ミユキ凍ってないからまあ勝てるか。勝てたらいいけどな。勝ち気で攻撃上がっても多分カポエラ耐えれるんで、攻撃最悪ハイドロポンプ打たれても多分耐えるから、そういう面ではもうオーブンも消費してるし、挑発さえ打っとけばまあ勝てそうな気はしてきたような気はしてきたかな。
まあでもなんかネットでの火傷とかもあるしな、なんか不安ではあるから、さっきゴーストダイブ打たなかったけど、さっきゴーストダイブ打ってたら不意打ちも食らってるから結構良くなかったっぽいしな、結果的には。挑発が残り1ターンということで、このターンは猫ども絶対決まるから、バックアディバンテージ。シャドウクローでいっか。シャドウクローで勝てるでしょ。攻撃下がってるからもうなんかシャドウクローの急所の方がでかいまであるかも。さすがに日和すぎかな、でも。シャドウクローでいっかな。一旦。入んねえな。挑発の効果が溶けていって、インファイト打って、挑発いいでしょう。眠り粉とかの方が、催眠術がきついだろう。自己再生とかもきつい。挑発、インファイト、マッハパンチで絶対勝てる。オッケー、勝っただろう。おら！はい、英雄カポエラ。いや、今回めちゃくちゃいい試合だった感がすごいぞ。なんか、いいね。というわけで、マットキャットさん、対戦ありがとうございました。はい、というわけで、まあ、順位がね、全然上がんなかったんですけど、まあ、今回の動画ね、以上となります。またね、こういう系の動画結構出してるんで、よければ、チャンネル登録とかしていただいて、応援していただけると励みになりますということで、また次の動画でもお会いできることを楽しみにしております。それでは、バイバイ！